アワ。アワ、族、学名、セタリア、アイタリカは、稲替のコログサ族の多年草、雑国類。五国の一つに数えられる。アジア原産。祖先や生衆の分布が、ユーラシア大陸に広がっていることから、起源地の推測は難しく、アフガニスタン及び、パキスタン製北部のアワが、原始的な特徴を保存している系統であることか、中央アジアから、アフガニスタン。 インドは大陸北西部あたりを原産地とする説が有力視されている。草丈は150センチメートル前後。子は黄色に熟し、垂れ下がる。寒冷地の春泡と温暖地の夏泡に生態が分かれている。温暖で乾燥した風土を好み、生育期間が3から5ヶ月と短いために、高地や高井戸地域でも栽培することができる。栽培地域は広いが、多湿を嫌う。 祖先や生種は、エノコログサを原種とすると言われ、エノコログサとの交雑もよく起こる。体細胞染色体数は 2n イコール18の2倍体で、あり、C4 植物でもある。一般に5月から6月頃に種をまき、9月下旬から10月頃が収穫の時期である。品種の細分化が進んでいるため、工作地に適した種子と栽培法が必要となる。 牛皮性が強く連作を嫌うため、豆類、根菜類との輪作や、麦の観作や、後作などによって連作障害が避けられている。泡には、黄保種、大泡とコ保種、ア泡がある。また、うるち種、うる、うると、餅種モチ、モチがある。また、収穫の時期から夏泡、秋泡などの品種に分けられる。型では、円筒型、 本棒型、塩水型、サルテ型、猫足型などに分類される。黒竜の色分け区分としては、大ダはイダイ、キアは、赤は、ハイは、黒は、白ワがあり、中でも白ワが多いと見られている。穀物として粉色及び流食される。古くからアジア、インド、ヨーロッパなどで栽培されており、有史以前にアジア、ヨーロッパ、 アフリカの各地に伝播した。日本では奈良時代より主食にされていたと見られている。中国では紀元前2700年頃には泡の栽培が行われていた。古代中国の総本書、食物本草によれば味は塩辛く、性質は少し噛んで毒はない。肝臓の働きを良くし、肥臓や胃の熱を去り、気を増す。とある。中国の河北。 中原において、甲賀文明以来の主食はもっぱらアワ、スーミー、タニコであり、ベーという漢字も本来は泡を示す文字であったと言われている。また、随唐で採用された税制である、租庸調においても、穀物を納付する、祖は泡で納付されるのが原則、本色であった。これに対して、カナンでは、イネマイは、州の時代から栽培が盛んになった。 青海商民は海賊盗賊自治権の拉致や遺跡では、およそ4000年前の泡で作った麺が見つかっており、現在、世界最古の麺と言われている。だが、連作や二毛作を行うと、自力を損ないやすいことや、採域から小麦が伝わってきたこととも相まって、次第に主食の地位から転落することになった。しかし、現在でも、中国では、泡状などにして、 アを食べる機会は多い。また、鉄糸麺という、最古の麺と同じような麺類を作る地方もある。日本へは、稲より早く伝来し、縄文時代には栽培されていたことが確認されており、日本最古の穀類作物とされている。日本国内の主産地は、長野県と関東地方、岩手県などの東北地方、岐阜県などの東海地方である。アは、冷え、 麦、豆、大豆、小豆稲と並んで、神大史上にも記録されている、日本古来の五国である。新滑祭りの供物としても、米と共に泡が用いられ、養老律令にも偽装に泡を備蓄するように、定められており、清涼期などの農書にも泡についての解説が詳細に、載せられているなど、古くから、冷えと共に、庶民にとっての重要な食料作物だった。だが、 第二次世界大戦後には生産量が激減した。日本でもかつては泡だけを炊いたり、粥、泡状にして食べていたが、現在は米に混ぜて炊いたり、泡をこしとしたりするほか、口なしで黄色に染めてすじめした小肌などの青魚と合わせた泡つけを正月料理として食べる程度である。また、主食用であったウルチ泡よりも、菓子や餅、泡団子や泡餅など、 酒などの原料として用いられてきた餅泡の方が多く栽培されている。家畜、課金、ペットの飼料としての用途の方が多い。日常食卓の泡飯は泡を5、6回とぎ洗いして一晩浸水した後に1.6倍量の水と少量の塩で炊飯する。米と昏水するときは 泡の分量を1から2割ほど混ぜて炊飯することで、きびほどのくどさのない雑穀のコクが加わる。餅作り、パン作り、和菓子作りのほか、生麩を入れて惣菜作りに向く。低カロリーで腹持ちが悪いという泡の特性は、和風の餅菓子作りで活躍し、餅菓子に使う米粉に泡を混ぜ込むことで胃にもたれなく、なる。これは、パンや米飯に混ぜ込んでも同様である。食べ合わせでは、 熱性の肉類が多く出る食卓において、乾性の泡との相性が良いとされる。糖質70%、タンパク質10%を含み、ビタミン B 群を含む。鉄、その他のミネラルや食物繊維も豊富なため、五穀米などにして食べる方法が見直されている。例に比べ、タンパク質や脂肪に富み、炭水化物が低いので、ダイエタリーな食品である。小さいものの例え、 表現として、俗の字を用いる場合が見られる。平家物語、高野本では、日本自体を、さすがわが朝は、属産変地の境と記るし、太平記でも、いわんや属産国の主として、この大内を作られたることとし、自国が、中国やインドなどの大国と比べて、泡粒を散らしたような小国である、中華思想とは逆の辺境国と自覚的実している、例がある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。